続きまして、斉藤武さんの、連なる波間の光にはピアノのためのという作品です。僕のイメージでは本当にこうタイトル曲名の通りかなと思うんですけれども、波がですねこうたくさんこう大海原にこう連なっていて、でこう光がこう様々に反射する、その波の間からこう様々なこう、輝きで、それらのこう違いみたいなものっていうのがこう音を通してこう見えてくるみたいな、イメージされるっていうのは、なんかそういう作品かなというふうに、思いました。表紙も、テンポも非常にはっきりとしていまして、あの規則正しい楽譜を見てもですね、ある意味非常に見やすい分かりやすい、音楽です。こうある意味淡々と、ずっとこうつながっていきます。いかにも連なる波間の光にはっていう感じがする作品なのではないかなと思いますし、でその微妙なこう違いといいますかですね、微妙なこうリズムや、音色やそのこうキラッとしたこう光具合の変化、大きなこう、なんかいかにもって感じの、大きな変化ではないと思うんですけれども、そういう、こう微妙なこう魅力っていうのをこうですね、僕も少しでもこう表現できればと思いますし、聞き取っていただければいいのではないかなというふうに思います。